名盤ラジオ前回からの続き。名盤ラジオ河村隆一のラブを取り上げて話をしております。拓也です。今回もよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、N ゾーです。こんばんは、秀樹です。よろしくお願いします。いやー、河村隆一のラブ特集もついに最終回ですね。いやー、ついに最終回ですね。だいぶ長く語りましたけどね。はい。ねえ。いやー。なんか、小1時間ぐらいで終わるんじゃねえかと思ったんですけど、とんでもなかったですね。まさかこんなに盛り上がるとは。でもやっぱ話してて思いましたけど、我々相当河村隆一好きですね。ですね。これはもう、ラブですね。ラブだね。ラブですね。まさにまさに。これはもう、我々のラブが溢れて、うん、ラブだね。こういうボリュームになってるわけですけど。そうですね。でもまあ、16曲も入ってるアルバムですけど、アルバムとして、改めて、どうすかね。一通り話してきたわけですけど。どうすか、ひでくんは。まあ、やっぱりこう、いい意味で、ベタなアレンジっていうかね。そういうところは結構、ベタだよね。もう全般通して、あったかなというところですね。まあ、安直っていう、そうですね。言葉も出てましたけど。安直とかさ、適切とかさ、ダセとかさ。確かに。言葉が悪い。あの、そうですね。我々ちょっと、そういう表現を使ってしまいましたけれども、まあね。ロケットの発信ね。そうですね。音とか、あの、ワン、ボーン。焦ったもん、あれ、だって。びっくりしたもん、だって。クリスマスの鈴の音とか、そうですね。流れ星とか。まあ、それがでもね。いやー、そうですね。だが、それがいいってことなんでしょうね。まあ、それができちゃう強さというかね。まあ、あとは、そうですね。やっぱり、こう、振れ幅というか、そこの、ところの、狂気を感じるほどのね。まあ、ルナシのあれを知ってるとねっていう。そうそう、そうですね。そうですね。そことの、こう、振れ幅っていうところで、かな、というところは。やべえやつだと。そう。あれですよ。やばかったやつが、なんか普通っぽくてやばいやつっていう。という感じですかね。ちょっと、自分の感想的には。なるほど。N ゾーさんはどうですか？なんでしょうね。まあ、この時期のその隆一は、そう、多くの人に届けようっていうのが、すごい念頭にあったっていうか、とにかく多くの人に届けたいっていうのがあって、それができちゃったっていうアルバムだなって感じですよね。そこを狙ってやって、日本の記録になっちゃうぐらい売れたわけじゃないですか。まあ、そこがなんかすげえなって感じしますけど。そうですね。たまたまとかじゃないわけ、で、多くの人に届けるにはなんか、これくらいベタな方がいいんだって思ったのかどうかは知らないですけど。でもそれは多分狙ってたというか、そうだ、そこを意識してると思いますね。スタンダードになるっていう。ある程度は狙ってるんだろうなっていう、割となんか悪い。悪い言葉で表現してましたけど、そこは結構狙ってやってんだろうなっていうのはありますよね。狙ってると思いますね。その後のとか見ると、別にそうでもなかったりするじゃないですか、隆一のソロ。あ、週末後のとか、その後の。そう、その後の聞くと、こんなにベタベタななんか、あれではなかったりするんで。
この時期は、この時期はそれを狙ってやって、うん、狙い通り行ってたんだろうなって感じはなんかしますね。そうですね。割と終幕直後の2001年かな、あれは。その年のソロはだいぶ路線としては結構近いというか、むしろあっちの方がもっとこう、それまでのイメージをぶっ壊そうとしてたような感はあったりしますけど。でもまあその後はだいぶいろいろ、もうなんかそこはやりきったかなみたいなところはあったんだろうなっていうとこですよね。そうですね。あと、もともと龍一ってなんかその、自分そんな音楽詳しくないしみたいな。うん。割とそういう発言もしてるし。うん。そんなギターも上手くないしっていうか。そうですね。コードも全然知らないでやってるみたいな。うん。で、イノラン君はセンスがいいなとかさ、スギちゃんはすごいいろんなこと知ってるなみたいな。うん。割となんかそういうタイプの人、ですもんね、もともと。そうですね。もともとのそういうところをなんか、結構素直に出せちゃうっていうか、うん、やっぱ音楽やってると、そういうのって恥ずかしくなったりするじゃん。わかりますね。そこを知らないのは恥ずかしいみたいで、なんか、かっこつけちゃうとかさ、そういうことをしないで、さらけ出せるのはやっぱり強さなんだろうな、と思いますし、うんうん、そう、狙ってやってる部分と、こう、元々の質の部分とか、なんか、ちょうどいい感じになってたんですかね。まあ、かっこつけてないですよね。確かに。この年の。それすごいなと思いますね、確かに。なんか、自分が仮にこう、ソロで出そうと思ったら、やっぱ、ちょっとカッコつけちゃいそうだなってなんか思いますもん、自分で。結構難しいのもやっぱりこう、分かってますよ感、なんか、そうそうとしそうっていう、なんか。そうだね。俺こんなに音楽知ってますよ、みたいな。みたいなことを。そのバンドではこれしか、出せないけど、本当はもっとこうですよって。うんはい、はいはいはい。で、ルナシーの楽器隊は多分そういう感じじゃないですか、ソロ。俺もっとこっちの方面に深いんだけど、みたいなのを、それぞれに出してると思うんですけど。うん、それはそれで、ね、音楽やってたり知ってたりする人はすごい面白いんですけど、うん、一般層に響くのはそこじゃないんだよな。そうですね。龍一みたいに音楽知らないけど、なんかこういうのが僕いいと思うんだよね、みたいな。いや、考えてみると、本当ソロでそういう方向性を出せるってすごいですね。まあ、ボーカリストだからね、やりやすいポジションではあるけれども。ボーカルでも結構、例えば、ハイドだったりとかっていうのは、はいはい、結構、俺ロックもっとこういうロックが好きだよみたいな。なんかそっちの方向に行ったり。やっぱそうなりますよね。こう、ソロだったら、ソロだからこそちょっとマニアックな方に深掘りしちゃえみたいな。そうそう。もうせっかくだしみたいな。で、都市とかも割とその、フォーク路線だったりすると思うんですけど、はいはい、それってやっぱ自分の方向、好きな方向性を深掘っていくっていう感じなんですけど、なんか、龍一のこの時期はなんか、本当売れるっていうのを、すごい、一番最優先に置いてたのかなっていうか、ですね。それがちゃんと実を結んでるっていうのがすごい、すごいなって感じですね。ですね。まあでも、これだけのものをやっぱ作れるっていうのはシンプルにすごいなっていうのはなんか改めて思うかな。だし、まあそのボーカルでルナシーではまあそれまで原曲として作曲したのは世に出てないと思いますけど、そっから作詞作曲してほとんどの作品を自分でやって、まあ他のアーティストにも曲を提供して、で歌って、
売れて、もうやっぱすごいっすよね。うん、そりゃ大したもんだわっていう。うん、いやすごいっすよね。なんかもうそこまでやられると何も言えないっていうか。いやもうほんとそう。で実際曲もいいからな、やっぱ。そうだから散々ね、その安直だ稚拙だって言ってるけどいいんだよね。めちゃくちゃいいっすよね。うん、そういいんですよね、曲が。うん、うん、曲が良くないとやっぱ結局売れもしないし、うん、売れてるってことはやっぱそういういいわけで、うん、曲が良くて歌が上手いんですよ。うん、でやっぱめちゃくちゃイケメンでしたよね、本当。まあまあまあ、まあ、そうそう。そこもなんか、うん、爽やかな、そうですね、印象っていうか、すごい最強っすね。最強。うん、全方位で、うん。そうだ、一番シンプルな、一番根本の部分がすごい強いから、なんか。もうね、なんか170キロ、180キロぐらいのドストレートど真ん中みたいな、うん。確かに。そういう感じなんですよね。確かに、確かに。うん、次蔵とかはね、ちょっと、すごいスライダーどこまで曲がるかなみたいなのをこう試してる。そう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 。フォークはどこまで落ちるんだろうとかさ。そう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 。もう新しい変化球開発頑張るみたいな。そう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 。そうやってる時に。ああ、そうそうそう。龍一はもう、ど真ん中ストレートで。うね、ど真ん中ストレートにどんだけ剛速球投げるとかみたいな、ね。もう、ストレートのその伸びのところでこう、勝負。で、あいつはストレートしか投げねえから安直だっつってさ、脳筋だバカだっつって。出せ、あんな投手は出せ、はいはいはい、みたいな。変化球投げられねえんだ。変化球。そうそうそう。なんだけど、それが一番強いじゃん。そうそうそう。そうそうそう。それが結局。そうですね。勝てるのはそういうピッチャーなんだ。そう。そこでね、そこでも空振りできる、させられるなら、それが一番強いだろうっていう、ね。俺はこんな何種類も球種持ってんぜ、つって、うん。言ってるけど、ね、それで勝てるわけじゃない。勝てないんじゃねえ、うん。まあ、勝つからやっぱ人気も出るわけでね。そうそうそう。そこでちゃんと売れたっていうのはやっぱりすごいし、すごいですよね。いやー、すごいっすね。そこはなんかすごいはっきりしちゃったっていうか、なんか、うん、ルナシーってやっぱ、わりかしマニアックなバンドでしょっていうところが、それがあんだけ売れたっていうのはやっぱりそこのボーカルの力大きかったんだなっていうのがすごいはっきり、キリしたのかな。そうですね。そうですね。ですね。うん、まあ、このアルバムも本当に、なんか、オリジナルアルバムっていう立ち位置ですけど、もう、97年ソロ活動ベストみたいな感じですもんね、これ。もう、実質こんな感じですよね。ベスト版みたいな。そうそうそう。ソロ活動のベスト版だよね、ね本当に。ライブテイクも入ってたりとか。ライブテイクも入ってるしね。ミニアルバムで入れてるやつをまた入れたりとか。そうですね、うん。もう詰め込むだけ詰め込んでみたいな。全部入れちゃえって感じ。うん、提供したやつも全部やり直して。だからすごいっすよね。シングルも4枚自分のやつ入ってるし、提供したやつのシングルもいっぱい入ってるから、うんこの16曲の中で結構もうすでに世に出てたみたいなやつって半分ぐらいあんのかな、うん、ああ。そう考えるとやっぱこのアルバムとしてはやっぱその売れる下地はそういうところにも割とあんのかなっていうところはあ。ああ、まあ。お得感っていうか。うん。あ、なんか知ってる曲がいっぱい入ってる。うん。はい、みたいな。うん。そうですね。確かに。やっぱ一般的にこう、買うかどうかって、そこは結構大きいですもんね、うん。知ってる曲がいっぱい入ってるアルバムだ。そうそうそう。まあだからね、ベストアルバムって売れるわけで。うん。
あのビーズのとかグレーのとか売れてるのは、まあそういう理由だと思うんだけど。そうですね。それにまあ近いその効果というか、印象というかはあったんじゃないかなっていう。シングル曲提供したやつも含めていっぱい入ってるっていう。すごいっすね。普通、ね、何年も活動してきた人が、やることになる手法を。すごいよね、1年間でそれを。駆け抜けてるよね、この年。駆け抜けてる、本当に駆け抜けてる。これでなんかドラマとかも出てたりしてるし、ね、一応ツアーもやってるし、すごいね。まあでも本当、1年限定っていうのが、あったから余計にこう詰め込んで突っ走れたんだろうなっていうのもあるんじゃないかなって思いますよね。それはやっぱあるでしょうね。ここでもう全部やれるだけやってやるっていう。そうですね。もう、もうやれるときでもやっとけっていう、そこですよね。しかもなんかあの最後の方、東京ドームやるっていう話もあったらしいですね。あ、ソロで？ソロで。へぇ。ただなんか日程の調整がうまくいかなくて、その話は流れちゃったらしいんですけど。まあでも、やれただろうね。やれたでしょうね。ソロ東京ドームやってたらまたすごい違ってたんだろうなっていう。男性ソロで東京ドームもなかなか。ねえ。なさそう。すごいな。そうだね。氷室京介。ああ、なるほど。ここに、どれだけいるんだろう。いやー、でもすごいっすよね。まあ、あとは、初回とかでも言ってると思いますけど、名前を河村隆一ってしてるのもすごい、やっぱ、大きかったなと思うし。大きいっすね。ああ、まあ、隆一じゃないもんね。河村隆一っていうんですか、そうですね。あんま考えてみるといないっすね。他、やっぱそのなんか、バンドの名前そのままでやるじゃん、みんな。年下って。そうですね。態度だってそうだし。だその、本名に変えたのめっちゃ良かったと思うんですよね、やっぱ。うん、やっぱ、ね。母体のバンドのイメージを引きずりすぎないっていうのが、やっぱ。別物としてこう、なんだろうな、切り替えて、そう、母体のバンド引きずってないところが良かったんですよね、やっぱね。そこは本当に。引きずってないんですよっていう意思表明みたいなもんだもんね。あと、龍一ってアルファベットで同じこの活動してたら、なんかやっぱちょっと違ったかもなっていう感じは。違ったでしょうね。ねえ、本人の意識も違ったんじゃないかな。やっぱなんか龍一だともうちょっとデカダンなことやんなきゃいけないみたいなさ。そうですね。そうですね。眉間にしわ寄ってないといけないみたいな。眉間に基本寄ってない。そう。アルバムのジャケットとかも全部もう違ったんじゃないもう。でもあの、ジャケットの話もちょっとしたいと思ってたんだけど。ああそうだね。確かに結構その。河村隆一ってしてて、あれだけ、なんか、すごい、なんていうの、顔を売ってるっていう言い方は変だけど、すごい、顔をドーンって出てるイメージってあったと思うんですけど、この年の隆一って。ただ、ジャケットで全く顔を出してないっていうのは、なんかそれって、ね、あの、ルナシーからの美学を貫いてるってなんか僕は思っていて、そこはすごい、好感度めっちゃ高いんですよね。確かに。この年のジャケット、あのシングルも含めて、すごいセンスいいなって。結構抽象的だもんね。抽象的な。そうですね、そうですね。もっとね、君のもう証明写真みたいな。そう。そんなでもおかしくないぐらい。そんなのやりそうじゃないですか、なんとなく。雰囲気的には。確かに。シングルのジャケット全部証明写真で。そうそうそう。アルバムも自撮りみたいな。確かに。
それぐらいやってもおかしくない。あゆのアルバムみたいなね。そう、あ、そう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 。いや、実際この時代すごい多いと思うんですよね、そういうの。ああ、確かに。だから、そういうのが多い中。意外とそこは中、意外とそこは。意外とそこは。来るんだっていうのは。そこはなんか世界観。やっぱ、そこなんかやっぱ美学みたいなのなんかあるんですかね、美学みたいなのが。でももしそうだとしたらそこはなんかすごい好きだなっていう。あのね、シングルのジャケット。シングルのジャケットはすごい好きだな。すごいセンスいいと思う。で、それぞれなんか曲にすごい合ってるしね、やっぱ。めっちゃ合ってるよね。合ってるよね。うん、めちゃくちゃ合ってる。いやー。そこはやっぱり、美学なんじゃないですか。うん。美学。美学なんでしょうね。いや、そこは出してくれてるのがね、すごいやっぱ、作品に対してのこだわりっていうか。そこはすごい好きだな。証明写真じゃなくてよかったわ。じゃなくてよかった。やっぱりその、作品っていう美学は、あるんだろうなって。感じですよね。その、やっぱ売れるっていう、売れるっていう目標があった上でのその、ベタなアレンジであったり、曲だったり。はい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 。かもしれないですけど、でもやっぱりそれは全部ひっくるめて作品というか、売れるという、すごい大前提のあれがあって、上でそういうことやってるけどっていうことですよね。ただ、だからといってただの商品というか消費されるものとして出してるわけじゃないよっていう。そうそうそう。まさにそんな気がしますね。で、まあこの年は最後紅白に出て終了するわけですけど、これはもうなんか。もうルナシーに戻ってる。その時点ではもう戻ってるわけですけど。はい、ただまあバンドに戻っ、バンド、次の年のバンドのためにも、ここで河村隆一として出ておくことが、まあボーカリストを有名にしておくことが、その次の年のルナシーにとってもいいっていう判断で、まあメンバーも合意して出ることになったらしいですけどね。はいはい、隆一もなんか出させてくれ的な感じで、うん、お願いしてみたいな感じだった。うん、そこはね、やっぱそういう、なんていうんですかね。まあ、了承もらわないと。そうですよね。10月以降は戻るっていうね。っていう、まあ、ソロ活動、まあ、充実してましたよね。これはもう本当に。充実しすぎていたのかもしれませんよね。うん。まあ多分、くらいの。予想以上だと思いますよね。ね、ここまでの誰もが予想してなかったんじゃないかなっていう。だよね。感じだと思いますけど。うん、まあでも、ルナシー好きの僕らからしたら、その後の98年のルナシーに戻った後の龍一っていうのが、またまあその後、いろいろあるわけで、そうですね。まあ、リリースした作品で河村隆一が抜けきってないみたいなところが、まあ、これも初回とかで言ってますけど、はい、それがあったから、なんかこの記憶が改ざんされて、結果的に河村隆一ってアーティストに対して、なんかネガティブイメージが持っちゃってるっていうのは、なんかそれ本当にその通りだなって思いますし、多分なんか、実際、そうだなって思う人も多いと思うんですよね。やっぱソロでやってたところはもうそれはそれとして、やっぱその当時は受け入れてた気がするんですよね。よく改ざんされる前は。よく改ざんされる前は。前はそう。普通にそういうなんか、で、それ、その、河村隆一が売れることに対しても、嬉しかったと思う。そうですね、多分。嬉しいなって思ってたし。うん。その、すごい自分が好きな、このロックな感じではないにせよ。うん。やっぱ、ルナシーの隆一
がやっぱそんだけ認められてるっていうのはやっぱ嬉しかったなとは思うし、そうですね、大スターになってくっていうところなんか、うんうんうん、でねすごいその DK サウンドだったりとかさ、うんうん、そのなモームスとかのそういうアイドルとかジャニーズとかの中にあっても孤軍奮闘で売れてるわけで、うん、売れてるわけじゃないですか、はい、僕らの龍一が僕らの龍一がね、 そ, うね、うん、それはやっぱ単純に嬉しかったもんなっていうのがありますよね、うんうんうん、ですね、うんうん、まあで実際98年入ってまあ僕らも社員取り上げた時とかにもいろいろ話してますけど、まあ、ストーム出て、イントロ、歌入って、ずっこけるみたいな話もしてましたけど、実際それがね、バンドに戻って、ね、見たらちょっとずっこけちゃったっていうのがありますけどね。この辺が、なんか、そういう印象僕ら多分、まあ結構聞いてる人も同じだと思うんですけど、持ってて。ただ、なんか今回この1997年の河村隆一を僕ら改めて見つめ直したわけじゃないですか。はいはいはい。で、隆一に感情移入したとして、はい、このソロ活動をやってシングル大ヒット連発して、で最後アルバムを300万枚売りました。ってなって、で、じゃあ、ルナ氏、戻りましたってなったときに、うん、自分だったらどうなりますかねっていう。そう、まさにちょっと隆一視点でね。そう、だから、そうなんだよね。そっちの視点で見ると、もう、必然というか、やっぱその、ソロでその自分が売れた方法論を、やっぱバンドを売りたいというかさ、うん、やっぱりルナシー盛り上げたいって思ったら、うん、で自分はそのもう日本の記録を作った方法論を持ってるわけですもんね、うん、そう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 、それをやっぱ持ち込もうと思うのは必然だし当然だしっていう、うんうん、悪気なんてなくてやっぱ良かれと思ってっていうぐらいかもしれないですよね、もしかしたら。まあ、もう 100% そうでしょう。そう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 。うもう、いい、それがいいと信じて。これがいいでしょうって。うん、これを、ルナシーに持ち込めば、絶対勝てるっていう、そうそうそう。方法論を手に入れてるわけですよ。この時点で。そうですね。だって日本の記録持ってんだよ。だってこの時点で。そう。それはもう最強ってことですからね。最強なんですよ。うん。だから今度はルナシーでその最強、ルナシーを最強にしようっていう。そうそう。まあ、彼らの、やっぱスギちゃんの、J の、イノランの、彼らの素晴らしい曲を、この俺の日本一を取った方法論で、体現すれば、それはもう、最強じゃんっていう。そうそうそう。そういう意識なんだろうなっていう感じしますよね。うん、確かにそうなりますよね。で、まあもっとシンプルに言うと、単純にもう持ち味を出してるだけっていう、ぐらいな感じかもしれない。自分の良さをもう存分に出そうって、だけでやったらああなっちゃったみたいな。なっちゃったなっちゃったっていうのは、なっちゃったっていうのはどっちかっていうとそのサウンドとか他のメンバーとのギャップの部分なんで、隆一自体が悪かったっていうよりは、バンドとしての結果がっていう感じだと思いますけどね。うん、いや正しく言うなら。だからやっぱそこ、そうですよね。そこのバランス感覚なんだろうな。そこがなんか音楽の、面白さであり難しさであると思うんですけど、ね。本当そうですね。まさにバンドの、マジックが起きるところもあるし。だって今、その、この隆一のアルバムをすごいね、特集した我々の目線から見て、
ゃこれをルナシでやったら一番強えじゃんって思うもんね。うんうん、そうですね。やっぱそういう結論導く、うん、感じになりますよね。うんうんうん、あと、その、何回か前の回で言ったと思うんですけど、トゥールビオンの、ああ、はいはいはい、はい、うん。うんうん、まさに。これに、その、ね、イノランのセンスとか、そこを足したら最強じゃんって思って、じゃあトゥールビオン聞いてみたら、うん、確かにいい曲もあるんだけど、そこまで刺さらないなとかさ。本当そこ不思議ですよね。なんか単純に、そう足し合わせて、プラスにならないっていう。意外と俺ら、割となんか音楽的にはマニアックな自分たちから見ても、うん、あれ、河村隆一の方が良くないみたいなさ、うん、とか思ったりとか、うん、そこがなんかね、やっぱ面白さであり、難しさだよなっていう。いや面白いっすね。うん、いや本当化学反応なんですよね。なんか、うん、これとこれを混ぜたらめちゃくちゃいい化学反応していいものがボーってできるっていうやつと、うんうんうん、混ぜたら危険みたいな、混ぜるな危険的なことになっちゃう、うんうん、だね。それぞれはめちゃくちゃいい材料というか洗剤なんだけど、混ぜたらもう致死死に至るようなものが出来上がってしまう。そうですね。不思議ですね、なかなか。不思議だよね、ほんとね。うん、まあ、それでこそ、その、だからこそ、その、ルナシーっていうバンドが、ほんと奇跡的なバランスなんだなとも思うし。ですね。ね、うん、まあ、でも、98年以降はな、99年とか2000年とかもそうですけど、龍一、アルファベットの龍一を見るたびに、ちゃんと龍一でいてくれって、うん、めっちゃ思ってたなぁ。思ってたね。思ってました。毎回こう、河村色がない龍一でいてくれって。そうそうそう。ここもなんか、面白いですよね。河村龍一のソロはソロとして、うん、それはそれでいいじゃんとは思いつつも、うん、そうそうそう、バンドでそれを出しすぎてほしくないというか、そうなんですよね。やっぱ龍一でいてくれっていう、うん、河村龍一ではいてくれるなみたいな、うん、そう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 いうなんか複雑なのがあるよね。複雑なのはね。まあだからな、あのトゥナイトで M ステ出た時とかはすごい、うおーって、これだよこれって。ああ、もうそうそう。あそこの嬉しさはあったよね。嬉しさありましたよね。戻ってきたみたいな。サングラスかけてましたよね。あの時、そうっすね、ほんと。あれかっこよかったっすね。かっこが、でも未だにほんと覚えてるもんな、うん。覚えてる覚えてる。ねえ。ノースリーブでね。そう。それだよ、それってね。そう。それがルナシーの龍一なんだよ、みたいな。うん、うん。河村とか言ってんじゃねえよ、みたいな。そうそうそう。まあ、でも河村龍一的なルナシーの龍一は嫌いなんだけど、河村龍一自体は好きなんだよな。あ、そうそうそう。その、なんか、そうそうそう、そこなんだよね。この感覚、この感覚、複雑な反心理ですよ。複雑なソロでね、河村隆一やってくれるのは、うん、それはすごいいいんだけど、うん、そう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 、そうなんですよね。だから僕はね、うん、僕はあの途中で秀樹くんが言ってたようなあのビートの違和感とかも、正直全然なくて。うん、そもそもその河村隆一っていうところにそのルナシーっぽさを求めてないというか期待もしてないんで。うん、はい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 。だから、そもそも違和感とか全然ないっていうか。もともと別物だっていう。そう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 、うん。もう名前も違うんだからそれは違うよねっていうところからスタートしてるっていうか。ああ。ああ、なるほど。感じだったかな。自分の場合は。うん、だからそこはそれとしてこう、
もうそういうものとしてこう受け止めていて、そう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 。でもやっぱそれは別物だからこそであって、それがもうルナシーに戻ってきた時には、うん、そうなんだよね。そしたら今度はやっぱバンドのボーカルの龍一として、やってほしいっていうのもあるっていう、ね。今度逆の違和感が。逆の違和感がそこでこう出る。そこはそこで出てくるっていうね。そうなんだ。別物のはずなのになぜ。そう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 。あ、でも今のなんかタクの意見結構面白いというか、そのソロではバンドのあれは求めないっていうか、うん、ソロはソロとしてちゃんと認めてるっていうか、うん、バンド別に引きずらなくてもいいじゃんっていう。そうですね。うん、ソロでは好き勝手やってくれてもいいよっていうのはなんかあるよね。うん。うんうん、そこでも、そこのものをバンドにこう持ち込みすぎるな。そうそうそう。バンドになると。そうなんですよ。そこはなんか、わかるな、うん。ルダシーって本当5人のその、ね、あれが、本当絶妙だから難しいんだろうなっていう感じするよね。ね、うん、X とかだと全然別だったりするじゃん。うん、別にヒデのソロはソロで、X は X でっていうのは、割とバッサリ分かれてたりするしね。うん、ラルクアンシールとも結構なんかバッサリしてるしなっていう。うん、ですね。うん、やっぱでもバランスですよね、ほんと。うん、個性、それぞれの個性が、誰かが強くそれが出すぎちゃってもいけないし、かといって、まあやっぱそれぞれの個性が集まるからいいっていうところもあるし。うん。まあルナシーはほんとそこすごいっすよね。うん、最近、少し前にあの、復活祭のブルーレイ見てて、で、まあ、名盤ラジオのツイッターでもツイートしたんですけど、これ、このバンド、ボーカルが龍一でなんかギター杉蔵とイノランがやってて、ベースが J でドラム深夜なんだけど、このバンドってやばくないって。うん、何このスーパーバンドじゃん、オールスタースーパーバンドって。あの有名なあの人たちが一堂に会してそうそう。あの人たちがなんかすごいバチバチやってんだけど、何これみたいな。すごい、このバンドやっぱすごいって思いましたね。それはなんかほんとルナシー特有というか、もともとバンドから見てるわけじゃないですか、僕たちって。それでもなんかそのメンバーそれぞれのソロがもう、一つのアーティストとして、自立してるというか、うん、確立されてるんですよね、一人一人が。そうですね、うん。そういうイメージがもう俺らの中にあるから、うん、そのもう確立してる個々がこう一つに集まったのが、うん、なんだこのバンドみたいな。そうそうそう。いや、もともと最初そうだったじゃんみたいな感じだった。そう。それを見てるじゃんなんだけど、そのね、いろんな歴史を経て、彼らの個々がこう、もう一つとして確立されてるのを見てるからね。うん。それがこう、バンドに戻った時に、何このオールスターバンドみたいに見えちゃって。そうそうそう。まさにまさに。いやだから僕らもよくX で、あれだけソロでもすごいヒデが一ギタリストとして、そこに徹してるのがかっこいいみたいなこと言ってたりしますけど、それがもうこの5人の場合ってもう一人全部が、それすごい。で、それが結果的にバンドでいるときにメンバー5人均等でバチバチやってるっていうそのかっこよさがもう、そうそうそう。そうそう。これがすごいっていう。パイロマニアの J さんがベースって、そうそう、ベースだけ弾いてるって、あんな歌わないのみたいな。そう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 、そのさ、そのかっこよさあるよね、そういう。ありますよね。やっぱあのヒデがギターしか弾いてないかっこよさってあるじゃん。うん、そう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 。歌わないの、でもちょっとだけ歌うんだ、そこやばいみたいな。そう。そう、ルナシーの場合はな、全員そう、うん、そうだしね。そうですね。うん。
で、最近ラストロックスターズで杉蔵とかも見てたから、うん、おぉ、杉蔵がほんとなんか、一ギタリストでっていう、なんか。そうそうそう。それすごいあるよね。その、さあ、もう、一人でも、アーティストとして成立しちゃう人が、もう、ただの一つのパーツとしてある格好良さってあるよね。うん、そうそう、あるある。ありますね。そこの格好良さ。そう、その格好良さすごいあるよね。ほんと、X はそれだもんね。ヒレとか。そうですね。そうですね。はい、はい。もう、一人一人大きかったですもんね。うん、まあ、この界隈の人たちはみんな、そんな感じするけどねっていう。ですね。一人で成立してしまう人たちが、このバンドの一個のパーツとして存在することのかっこよさっていうのは、それはすごい感じるな。いやー、確かに。ドラクエ4みたいな感じですね。割とあれだよね、秀樹くんゲームで。いや、ゲームで。ついドラクエとかね、ドラクエとか FF とか。ゲームで例えて、割とそれが好評だったりする、ね。確かに。まとえてるって。まとえてる。ねえ、確かに。言われてみる。ああ。でもドラクエ4じゃないですか、なんか。ドラクエ4。うん、すごい。それぞれのショーで主人公張ってた人たち。そう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 。それがね、ライアンとか。でさ、そうなんですよ。うん。集まってくると。そう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 。ほんとそれだよね。そこのバランスが崩れてしまうといけないです。ライアンがめちゃくちゃ強くなっちゃってて。なんか。アリーナが霞んでもね、それは嫌だしみたいな。やっぱだからそこのバランスもあるのかなっていう。うん、フリフトがめちゃくちゃ主張しすぎてきたみたいな感じになると、またバランスが崩れておかしなことになっちゃうかも。ああ。そこのバランス、やっぱ、やっぱバランスが大事なんだよね。ですね。いやー、まあでも、この97年の河村隆一は、うん、すごいっすね、やっぱ。結局、最強だったってことですね、河村隆一。散々ね、サイコパスとか、と言ってしまいましたが。サイコパスとか、散々、ね、本当に。サイコパスとか言って、申し訳ない。もうちょっと失礼なのを言ってしまいましたけど。俺は言ってないからね。俺は言ってない。主に、拓也さんが言ってたと思うんですけど、いやいやいや、サイコパスとか言ってさ、もうひどいな、もう。いやー、でも僕、もう、ソロの河村隆一大好きですからね。いや、またソロのライブとか行きたいですからね。ああ。結構企画もののライブやってて、数年前とか。うん。うん、僕が行ったのとかは、1997年の、まあ、この年の再現ライブみたいなやつとか、行きましたけど。やっぱソロ初期の曲の方が知ってるから、それ系の曲やりそうな、その企画のライブとか、行ったりして。うん。やっぱすごい良 かったですよ、普通に。うん、また行きたいなと思ってますけどね。あと、隆一ってソロでとんでもない曲数歌うライブとかやってますよ。ああ、やってましたね。やってました、ね。100何曲とか歌うとかさ。うん、ミスだね。やってましたね。あと、マイク使わないライブとか。マイク使わない。すごいですよね、すごいね。挑戦、歌っていうものに対しての挑戦、本当に。そこら辺がやっぱすごいっすよね。すごい。まあでもね、そういう中で、去年、喉を手術してとかっていうのは、うん。こういうところからすると、もう本当にどれだけ重い話かっていう。
重いっすね。ところからの復活祭だからな。うん。本当、復活してよかったっていうか。本当よかったよね。そうですね。まあでもまだ本当に生態すごい若い状態みたいなことは言ってたりとかして、まあ実際僕らもライブ、まあ黒服限定ギグとかも見てるけど、まあ正直この97年の川村隆一みたいな歌い方ができる喉じゃないっすよね。そうですね。個人的にはあの黒服は本当、あのね、映像で見るとすげえうまくいってるというか、めちゃくちゃうまく、やっぱ合わせてるなっていうのは、映像で見ると思うんだけど、あの会場で実際聞いてると結構苦しいなっていうのは感じてて、そうですね。その苦しいのをごまかさずにちゃんとやってるっていうのをなんか現地ではすごいその空気感は感じたんですよね。感じましたね。そのヒリヒリ感がまたたまらないみたいな。そう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 。本当そうそう。ヒリヒリ感をライブだとすごい感じて、で映像で見るとなんか結構ちゃんと、ああ、やっぱうまく合わせてんだなとか思うんですけど、リアルで聞いてるとすげえギリギリな感じ して、そこが かっこよかったりするんですけど、ですね、そのギリギリ感がロック的にはかっこよかったりするし、そうあんまりなんか余裕出てほしくないなとか思ったりする。はい。ギリギリのかっこよさっていうのありますよね。特にその、やっぱルナシーって、やっぱ楽器体ってそこまでブレないというか、そういう感じするんですよね。個人的なイメージかもしれないですけど、やっぱ楽器体はそこまで、やっぱやつらはロックだろうみたいな。そうですね。で、龍一のその表情の付け方で結構バンドの見え方が変わるところがあってっていうのが、やっぱね、このキャインとか見てると、キャインとか通ってると、そこでなんかこう、より、あまりにもポップに寄りすぎたりっていうのがあって、川村色が強すぎるとか、そこの心配、まあ今はそんなしてないですけどね。復活祭のあの曲のシャインもあれかっこよかったですよね。すごい。そうですね。あの声でやるシャインはまたいいよね。あれはまたね、なんかすごくいいなと思いましたね。まあね。二十何年越しにね。すごいルナシーってこの、ボーカルの表情付けにものすごい左右されるところが、大きくないですか、大きいっすね。大きいっすよね。こんなにでもボーカルが変わったバンドもそんなないっすよね。そこってやっぱり、龍一の表現力があまりにも幅広すぎるんだろうなっていう。そうっすね。そうっすね。どっちもできちゃうからってことで、ね。できちゃうからなんでしょうね。多分ね。この心配っていうのは。そうですね。できちゃうからのこその心配ですよね。今回どっちに向いてんだろうっていう。どっちに向いてんだろう。川村すぎるんじゃねえかとかさ。そうっすよね。ファイナルアクトの時とかもだいぶ、川村隆一っぽかったけど、ワンナイトデジャブになるとかなりロックっぽく寄ってて、あれもかっこよかったしな。ワンナイトデジャブはめっちゃかっこよかったよね。あれ、かっこよかった。ワンナイトデジャブのなんか舞台裏みたいなドキュメントのやつで、確かなんか隆一も言ってましたもんね。なんか終幕ぐらいの時よりなんか全然ロックっぽいなやんみたいな。分かってんのかよみたいな。だからそのあれだけのミュージシャンだからやっぱ自分でも分かってんだろうな。分かりながらやってるっていうか、分かってんだけどそのコントロールしきれるわけでもないだろうしとか、そうですね。
これでもかっこいいとは、かっこいいと言わせるみたいな。そういうところはあるかも。なんかそういうところの、そういうのが面白いのも、ルナシーというバンドの醍醐味なのかなとも思いますしね。他のバンドだとやっぱ、そこまで振れ幅ないっすもん、ボーカル。ないっすね。そうですね、うん。もうちょっと割と同じ感じですよね。確かに。確かにね、ほんとこんな声が変わった、歌い方変わったっていうバンド、ないな。ないっすね。そこまでそのキャラクターの本質自体を変えられる、あのアーティストってそんないないんだと思うんだよ、ね。それができる龍一はやっぱサイコパスなんでしょう。出た。そうですね。まあでも本当すごい人ですよ、本当に。すごいと思うな、龍一って。懐が深いというか。すごいっす、本当に。すごいっす、すごいっす。本当にね、尊敬してますね。バカにしちゃいけないよ。全然、いや、全くバカにしてはいないけど。愛ゆえの、はい、愛ゆえのね、はい、これだけの長丁場、はい。こんだけだって、長丁場で語ってるっていうのがもう物語ってますよね。男、河村隆一に対してね。これもうラブですよ、ラブ。そうですよ、ラブですよ、本当に。それだけなんか語れる幅があるんだろうね、あの人って。そうですね。そうですね。何も思ってなかったらもう、1時間でそれこそ本当終わってますからね。そうですね。あいつは出せ、以上って終わってます。そうですね。特に語ることはなし。ルナシーだけやってろって。ルナシーだけやってろ。ルナシーだけやってる。ルナシーだけやってる。ひどいこと言うね、君。いや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 。それだったらもうこんなね。っていう意見もあるかもなっていう。あ、そういう人もでもいるかもしれないもんね。まあ、いても、まあ、そう思うのはね、人の勝手ですから。勝手だし。俺らはそうは思ってないけど。そう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 。でもそういう人もいてもおかしくないしな。うん。ルナシーだけやってるらふざけんなよ、みたいな。そうそうそう。それってまあまあ、どのアーティストでも多分あるだろうなね。はい、ありそうですね。まあまあまあ、でも本当、河村隆一は偉大ということで。はい、そうですね。キャラクターのなんか根本自体が変わっちゃうアーティストってあんまないっすもんね。やっぱ僕たちがなんか、ほんと天才だとか思う、ヨシキとかさ、あと今井さんとかさ、いろいろいると思うんすけど、海外でも、国内でも、何人かやっぱすげえ天才だなぁと、思うアーティストは何人かいると思うんですけど、ここまでもう、なんか、キャラクターの根本が変わってしまうぐらいの幅広さを持ってるアーティストって割と、龍一ぐらいしかいないんじゃないかな、ぐらいの感じしますもんね。ですね。うん。はい。じゃあ、まあ、龍一、河村龍一、1997年のラブ特集もそんな感じですかね。そうですね。駆け抜けましたね。数字で結果を残したっていうのはやっぱ偉いっていうことですね。まあ、そこはもう、もう紛れもない実績だし、自信にもそりゃなるよなっていうところですよね。はい。じゃあ、ラブ特集そんな感じで、はい、次のアルバムを決めていきますか。そうですね。次の担当は、誰だ？次の担当は、私ですね。おー、どうするんだよ。どうするんだよ、これは。この流れはどうなんだ？タクが語りたい、語りたいアルバムは何ですか？語りたいアルバムはですね、もう決めてるんですけど。おー。
前回僕が取り上げたアルバムは、なんかちょっと意外かもしれないですけど、あれなんですよね。ラルクのトゥルーなんですよ。ああ、そっか、前回は。結構番外編とかいろいろあったから、間割となんか空いてる感じですけど、トゥルー、ワンライフワンデス、このラブと来て、はい。次はですね、はい。ラルクの、お、ハートです。おーい、ラルク。ラルク、僕は 2作連続で。ハマってるね。いやー、まあね、ブルー行ったら次も行っとかないとっていう。まあ確かに。確かにそうですね。ね、間いろいろあったんでしょ？いろいろあったなぁ。そうですね。そういうのもね、やっぱちょっと、追っとかないとね。なるほど。誰ぞが逮捕されたりとか。そう、いろいろね、大変なことに。しかも結構このね、ラブのこの97年とも、割と時代的にも近いしね。そうでめちゃくちゃそうっすね。うん、そこの、もうそうですよね。そういえばみたいな感じですけど。このあたりそうね。タイミングですし、うん。まあでもラルクはちょっとね、いろいろ追っていきたいっていうか、詳しくなりたいんで、うん、ちょっとここぞとばかりに選んでますけど。うん、いいっすね。でもラルクファンの方にもトゥルーの時は結構ね、聞いてもらって反応もいただいてたから、うん、まあ、ちょっとお待たせしましたという感じですね。また別のアルバムもやるよっていう風に言ってた中で、ちょっと間空いちゃったんで。お待たせしすぎたかもしれません。そうですね。ナイスですね。ラルク・アンシエルナイスですね。っていうとこですね。じゃあ、そんな感じで次はラルク・アンシエルのハートということで、やっていきたいと思います。はい。じゃあ今回は、全5回ですかね。河村隆一ラブやってきましたけど。5回。はい。これはもうだいぶ語り尽くしたということで。そうですね。まあ、こっからまた、この名盤ラジオの社員会とか、あと2000年のルナシーの会とか聞くとまた面白いかもしれないですね。そうですね。そこに繋がっていくというところで、そっちもおすすめですということで。はい。はい。じゃあ今回はそんな感じで以上になります。最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。名盤ラジオ。